お疲れ様です。長倉です。俺はですね、コンテンツビジネスというのを基本的に教えてますね。なので、多くの人がこう自分のね、がコンテンツを作ってそれを販売しましょうっていうのをよく提唱してます。その理由は何かっていうと、コンテンツビジネスっていうのはコストがゼロだし、コストがゼロだけじゃなくて利益率も限りなく 100% に近いということで、こんなね、いいビジネスないというふうに思ってるし、誰でも始められたというふうに思うんです。で、その時にですね、結構聞かれるのは、自分は何も教えるものありません、何も伝えるものありませんみたいなことを言う人いるんだけど、もうそれは全然関係ないんですよ、これ実はね。今の時代っていうのは何かっていうと、よく話すんだけど、いろんなビジネスの仕方があります。いろんなコンテンツビジネスのアプローチがあるんだけど、一番初心者がやりやすいものっていうのは何かっていうとですね、一応このあるジャンル、例えばダイエットならダイエットでもいいんですよ。ダイエットならダイエットでもいいし、何でもいいんです。腸活なら腸活でもいいんだけど、そういったもののね、ジャンルの本をまずね、2、30冊読んでしまう。で、その上で、それをまとめてコンテンツにするってことが一番重要なんですね。例えばね、結構俺なんか若い子にアドバイスすることが多いんだけど、20代の前半の子とか20代中盤の子なんて、はっきり言えばそんな経験もないしスキルもないわけですよ。でも実際俺が教えてると、やっぱりこう、売上をね、月100万円とか稼ぐ人いっぱい出てくるわけね。これなんでかっていうと、やはりこう、レポーター型に徹する。俺が今言ったのはレポーター型ってね、本の中にも書いてたりとかするんですけど、本当にこう、コンテンツをこう、いろんなまとめてね、一個に、こう、分かりやすくしとくってことですね。これってなんで価値があるかっていうと、じゃあ本30冊って言ったらさ、本当に4、5万かかるわけじゃないですか。で、さらに読む時間とか考えたら、じゃあそれを全部まとめて分かりやすくしたものっていうのは10万円でもいいと思うんですね。っていうのがありますよね。で、さらに言うと、コンテンツだけじゃなくて、じゃあそのコンテンツをどうやって、やるかっていうのが重要なわけじゃないですか。ね、そのコンテンツ通りにやるかどうか。これダイエットなんかもそうですけど、続けるかどうかっていうのは重要ですよね。で、これ学校なんかもそうなんだけど、全部そうなんだ。どんないいコンテンツがあったって、本人が勉強しなきゃって学力なんか上がらないじゃないですか。それと一緒ですね。コンテンツビジネスもそうなんですね。だからコンテンツを、いいものを作ったところでやらなきゃ意味ない。だからそれをやらせるっていうところに、さらに付加価値が生まれるというふうになって、そこで高額を取れるというふうなね、形で、実はですね、コンテンツビジネスというのはですね、経験がいらないんだ。だからこうやってコンテンツを作れば売れるんだよという話をね、ちょっとさせてもらいました。でもね、大体4パターンぐらいあるなと思ってて、その辺についてもですね、今後、俺の情報をですね、どんどん取ってもらえればなと思います。